子供たちよ、こっちに行きなさい。ちょうどさ、どうしたんだアピマ。いや、子供たちは今回はバーヤの中、贈り物。以前先人の鈴を探す、まだまだ幸いバーヤは年こそ、おや、まだいろいろとの前に子供たちが入ったつ、あんなすごい壺なのに、あの世界をな、まあ昔の話はこの辺にして。そうだぞ。まあまあ二人とも、そうせかす必要な材料は、例えば、そしてじゃが、さらに水角石は貴重な鮮物で、常人では仙人の気に、たあの子がティンバーヤは仙人だし、その子も、まあなくもないって、なんで、ありえるかも。バーヤー、ただいま。おや、この二人は。紹介しよう。この子はエンヒ、さっき言ってた子じゃ。エンヒ、こちらは旅人と彼の仲間。ああ、もちろん知ってる。仙岩軍の記録に詳しく載っていたか。以前ゲーセン儀式の騒動で仙岩軍に不審者として指名手配され、最後はバーヤと共に魔人を撃退、七星のおかげで容疑が晴れ、そう私に会えなかった子。もっと早くに会えていたら、その場で容疑を晴らすとまでは。改めて自己紹介しよう。私は縁妃、法律家だ。法律に関する困りごとがあれば私を尋ねるといい。ああそうだ、私の名刺を、連絡方法と職場の住給用ならその住所に手紙を。ああ、縁妃、そろそろ本題に入ろう。子供たちや、そう驚かないでおく。オイラたちがこれまであった仙人、まあそうとも言える。お父様は自分のことを、かつて岩王帝君と共に戦場に立っていたらしい。それから私が生まれた。私が大きくなった後、お父様はお母様と一緒に。なんか勝手だな。仙人たちってリーユエコを守るため契約に。お父様から聞いた話によると、帝君とはそのことについて話し合いをしたらしい。まあそのことについては一旦置いておいて、バーヤ、頼まれてたものはほぼ。今双眼鏡園は完全に封鎖されていて入れそうにない。そうじゃったか。縁妃、何か案はあるかの。わかってる。ちょっと待って。うわ、商業競技、鉱石、スネージナヤ。このクロッサルというスネージナヤの商人から、彼は水角石を。よし、彼を探してくる。お前も一緒。法律を、彼女と行動。ええ、小さな手助けをしたまでだ。それよりも、そのことですか。縁妃さんはかんざしにご興味が。水角石って希少なものなんだろう。それは心配いりません。貸し出すときに、もし紛失や損傷によりこちらが害を被った場、その代わりあの水角、本物であることへの。当然です。では、ええ、知って感謝する、クロス。やあ、なんか見てない。さっ、ふっ、さっ。買うの？買わないの？もう十分よ。
い、どうすれば。あ、はい、思考ですが。突然すまない。そのかんざしに興味。そのきちんと持っていたはずなのに、このかんざしを借りるためすでに多額のお金を使っています。もし私の家は鉱石を扱う商売をしているの、すでに支払いをいただいた商品のあと数日すると鉱石商があのかんざしを借りた。しかしそのかんざしをなく、なんかよく見る展開にな。え、手伝ってくれるのですか。ちょっと待った、探すのはまだ。契約書ですか。どれ。そうか、縁日は法律家だから。それもそうだ。なるほど、契約書は見終わった。細かい条件まで明確に記載されている。それに契約書には弁償額は市場価格を参考にする、水角石の希少価値から算出すればもっと多大な額に。もっとですか。あー、思考。でもそれはかんざしに使っている鉱石が水角石であることが前提条件。回りくどい言い方だな。かんざしはもうなくなってるんだし、どうやって石を判別どう考えてもそのかんざだが、かんざしを見つけたら弁償する必要はなくなり、石が本物かどうか。やはり面倒はかけられません。かんざしをいくらだろうと払います。私の家は商人の一族です。これ以上クロッサルさんに隠していても仕方ありません。クロッサルさんに。確かにそれも法律にのっとったや。志向さん、もう少しお待ちを。一番最初に触った時ですか。私の家でも玉石は取り扱っているので見待ち。触り心地がいい。なんでもない、ただ少し。縁日さん、どうしてまたここに。あの、かんざなくした。ごめんなさい、本当。弁償、どれだけの手間をかけてあの水角石を。ああ、もういいです、これ以上言っても仕方がない。問題ない、だがその前に市場に行って調査がし。クロッサルさん、あのかんざしに使った。当然です、正真正銘の水角石。わかった、では先に市場で調査をするから、帰ってきた後に弁償額を見積もろう。それではお願いします。どうやらお金を集め。志向さん、ここでは言えないので。また見張りの場所が。たった。縁日さん。違う、私が言いたいのはあのかんざしにあった鉱石はスイカ。え、どういうことだ。私は冒険者協会の冒険者じゃないから、使い走りみたいなことはしない。バーヤから聞いたかは知らないが、水角石は地底深くにあるもので、常人が触れれば体調を崩したり、重度の場合には性格にまで影響が出たりする。決して手触りがいいなんてものではない。志向さん、そのかんざしを持っていた。ありませんでした。何もかも正常で、どこも。それだとおかしい。それにさっき気づいたけど、クロッサルさんの。私の推測が正しければ、例の水角石は彼が。それなら直接聞き出してやろう。それはいけない、今彼を問いただしても認めないの一点張りで、私たちは。そしてその後は水角石を海に投げて証拠隠滅だ。彼は契約通り志向さんに弁償させるだろう。そうなれば私たちはリーユエ中を探し回り、
あのかんざしがまだこの世界に存在することを祈るしかなく。おお、まるで過去に経験。確かにそういった案件はいくつも見てきた。さっき言った方法は中でも簡単で大雑把な方、もっと巧妙な方法で。では縁師さん、もちろん問題ないけど。え、なんでまた契約を。なんだか縁師は他の人よりも。ここまではただのおまけで手伝っていただけ。ここからは正式な依頼の契約。契約に縛られない依頼は信用できない。わかりました、ではお願いします。問題ない、まずはこの表紙に署名を。私もここに署、5ページ7ページあと最後のページ全て署名して。それこれが契約を交わすってことなのか。これでよし、依頼料は全て契約書に載ってるから確認してほしい。全て目を通しました。では2枚ある契約書のうち1枚は志向さんが、もう1枚は私が。大丈夫だ、こういうのは一見面倒に見えるがきちんと理解すれば。過去にこういった調査をしたことがないんだろう。でも縁師さん、どうして。私たちも水角石を探してるんだ。クロッサルさんの周りには明らかに元素の痕跡があった。もしかすると本当に水角石を手に入れ、まあその水角石を装飾品にしたかはさておき、手がかりなのは間違いない。このまま行けば本当に水角石を見つけられ、それに法律を利用して悪事を。この話はここまでにしよう。まずは、ああ、あったあった。まずはクロッサルさんが鉱石を加工するとしたら、ここにあるのは全て千載一遇の宝物でございます。いらっしゃいませ。お、まさかまた誰かが。そのことじゃない。ここに来たのはクロッサルというスネージナヤの商人がここで鉱石の加工を依頼し。クロッサル、スネージナヤ、ああかすかに覚えがあります。鉱石を一つ持ってき、私も初めて水角石を見たので判別することができず、それに彼は羽振りが良かったので深く考えず要求通りに行こう。なるほど、そのあります。あの鉱石を取り扱ったのは初めてだったので念のため加工で削ったかけらを。ありがとう。この断面と模様、水岩石のかけらのようですが。はい、そう珍しくはない鉱石の一種です、ね、以前聞いたことがあるのですが、水岩石は水角石の外出。水岩石と水角。気になるのならそのかけらの元素力を観察してみるといい。水岩石は元素の微塵もないただの鉱石。そうなのか。どうだ、何か見えたか。本当に別物なのか。でも思考は石のかけら。そんなことはありません、ただ普段からこういうものと長く。この2つの鉱石はすごく似ていて知らない方には判別が。一文字しか違う。それに説明はその辺で終わりにし。しかし石匠さんは仕方ないとして、どうして。計り知れない行動の裏には。縁師さん、もう一度。はい、それなら問題。はい、用事を済ませるためだ。これはこのかけらがクロッサルさんの持ってきた鉱石だということを証明するための書類だ。内容をよく読んで。はい、わかりました。その縁師さん、面倒とまで。この証拠があれば。これ装飾品作りは専門の職人に任せる必要があるはず。装飾品、装飾品。ああそうだ、正規さんという方。もう毎日、それに知っての通り。でもあの、だから法律にか。法律にか。それは大丈夫、法律家として基礎的な知識だ。そんなに仙人とは関係ない。
ただこういうのが好きなだけだ。すごい。さあ、せっ。あら、以前のお客さんはもう問題ない。クロッサルと。クロッサル、ええ、覚えてるわ。スネージの彼から渡されたかんざしの設計図はとても複雑なものだったから、その依頼はとても時間がかかってね。つい先日終わったばかりだから。よく、なんだか証拠とい。正規さん、もう一度確認させてほしい。クロッサルさんが職人への仲介を依頼してきた時。ええ、間違いないわ。その髪飾りは高価な材料をふんだんに使っていたから値段も高かったの。だから総務士クロッサルさんはその過程を知らなかったみたいだったから、代わりに私がやった。ちょうど書類の写しがあるわよ。ほら、水角報酬のかんざし。登録された鉱石の種類は確かに水角石。総務士の印鑑も押されてある。正規さん、この書類を。いいわよ、どうせ私には何の役にも立たない書類だから。大丈夫、ちょっとしたことだから。なんでみんな同じ反応。よーし、証拠も揃ってきた。あの水角石がその最後の。おや、これは珍しいお客さんですね。それと縁石さん。いや、今日は白術さんに聞き。水角石、確か七蔵三景によれば、そ元素力を放私に。その通り。書類くらい簡単なことですよ。私の返事を聞くや否やがっかりしていましたが、縁石さんが今していること、そのこのことについてこれ以上白術さんには面倒をかけられない。どういたしまして。あの白術って人、前と。なんか何かを探ってるような話し方だ。おいらの勘違いかな。縁石さん、調査はもう済みましたか？弁償額の見積もりは終わった。ああ、確かに調査は終わった。弁償…それは良かったです。契約にのっとり、クロッサルさんは志向さんに商品の10倍のモラを支払う必要がある。はい。え、私が弁償。間違ってなどいない。私の調査とこれらの証拠により、志向さんに課した水角報酬のかんざしは水岩石で作られたことが判。この契約には水角石が偽物であった場合には10倍のモラを支払うと書かれている。よって証拠。何の証拠があるというの。私は大金を支払ってあの水角石を仕入れたんです。その鉱石が偽物である証拠。もちろん関係者と。これは海水口から手に。それはあの石章ですら。それについそのせでは私の鉱石がに。法律を語るには証拠を。ふん、
その書類。そんな、確かに。もちろんです。本物を。まあ少し待て、まだ最後の証拠を出していない。旅人、あの決定的証拠。水角石は山中の玉髄に付属し、常人が触れると常人がそれに長時間触れると体に影響を及ぼす。体調不良や重病。そクロッサルさん、水角石の特徴。それは知らなかった。ああそれもそうか、どうやらこの先は私の範囲。あしかし、もしクロッサルさんが知らなかったというのなら、総務省も心配しないでほしい。クロッサルさん、私たちが集めた証拠は、あ、総務省がこの件を審議する。ちょっと、知っていた。おや、クロッサルさん、水角石の特徴を知った上でそれを。え、いで、そのじゃない。じゃないってもしかして水角石。それなら、クロッサルさんは主公さんに小。クロッサルさん、返事は。うわ、ヘイ、なんだか突然。認めます、その患者。しかし私も運が悪かったんです。大金を支払い水角石を仕入れて、水角石を手に入れてから何日も体の調子が悪く、夜も眠れ。それで不墓に行って、だから水角石と似て、本物の水角石、誰かに見破られるんじゃないかと。そうだぞ。私もし偽物の患者。ああ身の上話はそこまで、そんなことに興味はない。10倍、今にも倒れそうだぞ。私は志向さんとの契約により、その賠償金の2割。あの水角石を仕入れたと。そのそんなに多くは支払わなくて結構。あの髪飾りにあった水角石が偽物だとしても、志向さん。でもクロサルさん、その水角石が必要ないのであれば。え、それは。はい、わかりました。エンヒさん、その水角石は契約にはそぐわないけど、今回はお世話になりま。どういたしまして。え、そうならよかった。クロッサルさん、私の。それよりあなたの責務し。あ、なるほど。よし、これで解決。バーユにた。そうだな、でも目的が異なれ。私の依頼人である志向さんの仙人。今のリーユエコーは人間が統治する仙人とかだって。今のリーユエコーでは法律必要なものも見つかったし、白術さんはいつもそうなんだ。証拠も集まったし、そろ。おかえり。どうじゃ。よしよし、これでざ。マヤ。ああ。じゃあ私はこれで。旅人、私からもらった目。最近は他国の。このこ今行くところだから。彼女の父親だってテイ君と一緒にいた頃はあんなんじゃな。そうじゃ、エンヒは。今の理由はさ、おしゃべりは。あ、楽しみだな。あれ、落とさないよ。それとこのせ。でも心配は。すべて正常だ。